日本とホンジュラスの関係では、日本とホンジュラスの関係について概説する。駐日ホンジュラス大使館などの各国大使館が入居する港湾西麻布ビル。左から6番目に掲揚されているのが、ホンジュラスの国旗。1935年2月に、両国の間に外交関係が樹立し、樹立後間もなくは在メキシコ日本帝国公使館が、在ホンジュラス日本帝国公使館を兼轄していた。しかし、第二次世界大戦により1941年12月に外交関係が断たれ、公使館も閉鎖。国交が復活したのは、両国ともにサンフランシスコ平和条約への批准を終えた1953年10月であった。戦後しばらくは、戦前に続いて在メキシコ日本国大使館が、在ホンジュラス日本国公使館を兼轄しており、1967年には相互に公使館から在ホンジュラス日本国大使館に格上げと、東京での駐日ホンジュラス大使館の設置が行われた。1971年には兼轄が解消され、テグシガルパに在ホンジュラス日本国大使館の実館が開設された。日本が経済大国として復興して、以降は ODA を通じて交流が進んでいる。1998年、カリブ海で発達したハリケーンミッチは、レベル5の勢力を保ったまま、ホンジュラスに上陸し、死者6600人、行方不明者8052人、負傷者11762人、被災者140万人、避難民213万人、被害総額40億ドルという甚大な被害をもたらした。この被害は、隣国、ニカラグアやグアテマラ、エルサルバドルなどを大きくしのぐものであった。ホンジュラス政府は、正式に日本政府に援助を要請し、これを受けて日本は、人道援助のため国際緊急援助隊として、初となる自衛隊の医療部隊をホンジュラスに派遣している。1990年の即位の礼に際して、大統領カジハスや外務大臣、カリアスといった要人が初めて訪日している。1997年には大統領カルロス・ロベルト・レーナが訪日、続く2004年5月と2005年の4月8月にはマドゥーロ大統領が実務訪問賓客として立て続けに来日し、対日中、天皇昭仁との会見や内閣総理大臣、小泉純一郎との会談を行い、特に会談では日、中米サミットが提案されるなど日本との関係強化が図られている。さらに2015年には大統領エルナンデスが来日して総理大臣の安倍晋三と首脳会談を実施し、日・ホンジュラス共同声明が発表されて、より経済や文化で協調していくことが志された。このように外交では友好的な関係が築かれている。また、ホンジュラスは1998年のハリケーンミッチの際に自衛隊に援助された経験があることから、日本の常任理事国参入などの安全保障面での活躍に賛成しており、安保理改革についても協力していくことが2015年の首脳会談の際には確認された。ホンジュラスの2019年対日貿易は、輸出が 64.63 億円に対し、輸入が 93.36 億円とホンジュラスの赤字になっている。主要品目は輸出品がコーヒー、衣類、メロン、エビなどであり、特にコーヒーは2017年には 4643 トンを日本に輸出している。日本にとってホンジュラスは第10位のコーヒー輸入先であり、重要なコーヒー供給国である。ただし、輸入量は2000年の時点で 16,681 トン、2015年の時点で 6,020 トンと年々減少しており、コーヒー輸入におけるホンジュラスの重要度は下がりつつある。一方、ホンジュラスは日本から主に自動車を輸入している。日本は2018年までに累計1700億円以上の経済支援を行ってきた。日本はカナダ、アメリカ合衆国、スペイン、スイスに次ぐ主要なホンジュラス援助国である。支援内容としては、ホンジュラスは、首都テグシガルパ周辺や、第2の都市サン、ペドロスーラ周辺と、それ以外の地方に、大きな教育、経済、インフラ格差が存在するため、地方整備が重点的に行われている。その他、ホンジュラスは国土の8割が山岳でありハリケーンなど自然災害に脆弱という特徴があることから、同じく山地が7割を占める日本が培った防災技術が提供されている。また、ホンジュラス経済はコーヒーやバナナなど一次産品への依存度が高い。これを解消するための観光業、海外製造業の誘致などにも日本は積極的に協力している。ホンジュラスにおいては、従来から国際協力機構の青年海外協力隊、日本語教師によって日本語教室が開講されていたものの、1990年代に日本語教師派遣の打ち切りによって一度ホンジュラスにおける日本語教育は途絶えた。しかし、その後各方面から日本語教育を求める声が高まり、現在ではホンジュラス国立自治大学、ホンジュラス国立教育大学テグシガルパ校、サンペドロスーラ校などで日本語講義が開講され、また地方都市の大学や在サンペドロスーラ日本名誉総領事館などでも小規模ながら日本語教室が開かれている。漫画やアニメといった日本のポップカルチャーの浸透、さらには伝統文化の認知も見られる。2020年2月3月には、プロの阿波踊り集団、宝船が、中米カリブ海、地域5カ国にて大規模なツアー公演を行い、ホンジュラスの首都テグシガルパでも開催された。ありがとうございます。